サンミゲルデアジェンデとは、メキシコのグアナフアト州にある都市、メキシコの中央高原北西部にある都市である。コロニアル建築の歴史的建物が立ち並び、美しい景観を持つことから観光地として人気がある。もともと湿地帯近くの丘であった場所に作られた町であるため、坂が多い町である。メキシコ全土に知られた美術学校である。 アジェンデ美術学校やエルニグロマンテ文化会館があり、日本を含めた世界から芸術家が集まるアートの街でもある。スペイン植民地時代初期の1542年にフランシスコ会の聖職者サンミゲルによって開かれたサンミゲルデ・エルグランデという街がサンミゲルデ・アジェンデの前身である。当初は要塞都市としての性格が強かったという。18世紀には産業が発達した。 グアナフアト州には銀で発展した都市が多いが、サンミゲルデアジェンデは手工業で発展した。現在残る歴史建造物のほとんどはこの頃建てられたものである。20世紀になってメキシコ独立戦争の指導者であるイグナシオ・アジェンデの生まれた町であることから彼の名を取ってサンミゲルデアジェンデと名を改めた。彼の成果はサンミゲルデアジェンデ歴史博物館となっており、 一般人も見学が可能である。1926年には国定コロニアル記念都市に指定され、街並みが保護されることとなった。現在でも建物の改築、建築には政府の許可が必要である。2008年には近くのアトトニルコの聖域とともに世界遺産に登録された。また、市内にカニャーダデラビルヘンと呼ばれる遺跡があり、ピラミッドや競技場、 永遠などの跡がある。サンミゲルデアジェンデでは様々な行事が行われる。主なものを以下に挙げる。3、4月に行われる。キリストのエルサレム入場からキリスト復活の日までの1週間を記憶する行事。5月に行われる。9月に行われる。本祭である聖ミカエルの日には子供たちが仮面をつけてパレードを行うほか、本祭の前には ローバの競争やパンプロのダが行われる。12月に行われる。北にアトトニルコという町がある。聖域があり、サンミゲルデ・アジェンデと共に世界遺産になっている。サンミゲルデ・アジェンデに空港はない。最寄りの空港は、レオンのバヒオ国際空港で、メキシコシティ、モンテレー、ティフアナに定期便がある。郊外にバスターミナルがあり、国外は、ヒューストン、ダラス、 シカゴ、国内は、メキシコシティ、ケレタロ、グアナフアと、グアダラハラ、レオン、ドローレスイダルゴへ行くことができる。ありがとうございます。